ドリーマーズチューン。バンドリプレゼンツドリーマーズチューン。ラジオを聞いているあなたたち、バンドリに全てをかける覚悟はある？ある。ロゼリアボーカル担当、湊雪菜役の相葉愛菜です。皆さん、ハロハッピー。ハロハッピー。ハローハッピーワールド。ドラム担当、松原香音役の豊田萌です。日本放送がお届けするバンドリプレゼンツドリーマーズチューン、皆さんにバンドリの魅力をたっぷりお届けするプログラムです。皆さん、ガルパってる。ガルパってる。イエーイ。というわけで、はい、なんと10月です。ウェルカム10月。ウェルカム10月。ウェルカム10月。10月は英語でオクチューブー。え、いや待ってもう今のめっちゃ知ってる感じやったけど、あなた今ハテナの顔したでしょ。私ね、8月と10月弱いんだよね。あー、オーガストだ。そう、いつもどっちがどっちだっけになる。1月2月いける？1、2も怪しいね。マーチは得意。わかる。3月でしょ。でエイプリルもさ、エイプリルフールフールがあるからいけるね。メイもいけんのよ。7月が結構怪しい、薄いんだよな、私の中で。もうこれはね、あの歌がありました。お、ジェニュアリー、フェブラリー、ま、え、知らない英語の歌。ジェニュアリー、ジェニュアリー、フェブラリー、フェブラリー、マーチ。そんな癖強いの知らない。エイプリル、知らない。もうちょっとなんかメイ、もうちょっと教えやすい歌じゃないの。ジュライ、ダッダッダン、オーガスト。え、この音じゃない？って何それ。セプテンバー、知らない。セプテンバー、オクトーバー。誰も覗いてない。オクトーバーのメンバーのメンバー。デン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 。なんでフルコーラスつける？1000番誰も知らない中で。じゃあこれ歌ったら、あの、覚えられたっていう。え、ちょっと待って、お便りお待ちしております。これ曲名は出てくる？曲名わからない。アイナはそれで育ったんだ。これで私はわからない時はもう歌い始めます。ジェニュアリージェニュアリーフェブラリー。一回待ってっていうの？ちょっと待ってね、ちょっと待って、歌うから。ジェニュアリーフェブラリーフェブラリーマッチマッチエイプリルエイプリルだけ軽いんだね。そう、軽いの。難しいやつは何回か繰り返すのにね。そうそうそう、まあだからちょっと、もしかしたら間違ってるふわりとかもあるかもしれない。ちょっと年経ってるし、ちょっと結構ちっちゃい時のね、うん、これね、知ってます。ぜひそれだ、それ聞いてたら覚えられたかな。覚えられたかも。ちょっとマジでこれちょっと本当知ってます、知ってますの人、お便りお待ちしてます。本当に今まさかでしたから。今まさかの、まさかでしたから流れでしたね、はいはい、なので何の話でしたっけ。あ、10月だよっていう、ね、はい、10月で今日はバンドリジュークボックスを。あ、そうなんですよ。はい、うん、今回のテーマは文化祭で自分が演奏するならやってみたいバンドリソングです。はいはい、どんな曲が出てくるのかお楽しみに。はい、番組では皆さんからのメッセージもお待ちしております。宛先はメールアドレス bdp@1242.com、 また番組公式 X アカウントをフォローしてハッシュタグドリーマーズチューンをつけてどしどしご投稿ください。それでは今夜のオープニングナンバーです。パステルパレットでサインは B。 あなたのアイドルサインは B。 夜に帰ったね、嬉しいね、待ち遠しくて足をバタバタしながら今日楽しみで寝れなかったよ。バンドリプレゼンツ
ドリーマーズチューン。この時間はブシロードがお送りします。バンドリプレゼンツ、ドリーマーズチューン、ドリーマーズチューン、バンドリプレゼンツ、ドリーマーズチューン。アイバイナとトヨタモエがお送りしているドリーマーズチューン、続いてはこちらのコーナー、バンドリージュークボックス。バンドリおすすめソングをご紹介するコーナーです。今回は文化祭で自分が演奏するならやってみたいバンドリソングをご紹介しちゃいます、yeah. ではラジオネームホワイトプラネットジュリアンさんからいただきました。アベムジカでアベムジカ。アベムジカ奇跡を日常に。あいあい、もしこんばんは。もしも文化祭で歌うとしたらアベムジカの曲で、他のバンドと違って仮面をつけるバンドなので、いろんな意味で驚かすという意味を込めてこの曲にしました。んコンセプトも見ためっちゃ最高やもんな。文化祭行ってさ、うん、やっぱこういかに目立つか、うん、そうやっぱ印象を残すか、まあ何でもそうですけど、わ、うん、かる。学生バンドでさ文化祭やっぱ盛り上がるもんね。盛り上がる。いやてか私さ、うん、自分が高校生の時にバンドリに出会いたかった。マジでアイナはやってはこなかった。やってたから、軽、ね、音部だったから、うん、またバンドリっていうコンテンツの時期に自分がバンドをやってたらラッパーとかしてたんだ。やってたと思うよ。でもそうなるとアイナはバンドリに出てないから。確かにロゼリアじゃない。ロゼリアじゃないでしょ。世界線変わっちゃうから。本当だ、すごいじゃん本当だわ。そう思うとね急なマジレス急なマジレス。でもそうか、それはそうだけどな。いやでもそんぐらい今のそのリアルタイム学生の人たちになんかバンドリがね、うん、影響与えられてたらいいなって思う ね、 いいよね、うん、すごいよ。もうでも納得だな。これは仮面つけて歌いてかっこいい。かっこいい。先週あのリコちゃんの話聞いたばっかりだから、うん、なんか余計に世界観のね。そうだね、クオリティが、うん、はい。では続きましてラジオネームしおりんさんからいただきました。モルフォニカで金色へのプレリュード。あいあい、もえし、こんばんどりー。こんばんどりー。ましろちゃんのように私はよくすでに決めたことで自信を失ったり取り戻したりしています、うん、逃げない、泣かない、思いに口づけ。一言で言うと私はこの曲に大変感銘を受けています、うん、実は私音楽、特にギターのことを学ぶために来年日本へ行くことを決めました、勇気をくれた青い蝶々のように輝く景色にたどり着くために私も羽ばたきたい、ということで。え、日本の方かなって思ったら、日本語上手です ね、お上手だから気づかなかったけど、すごい。国は書いてはいないけ ど来てくれるんだって日本へ。しかもギターのことを学ぶために。すごいよこの音楽。でもきっとさ、うん、ま、わかんないけど、うんうん、バンドリきっかけとかだったりすんのかな。かな。でもこの曲にね感銘受けてるからさ、うん、間違いなく可能性は、ね、この楽曲の、まあ、何影響は大きいだろうね、うん、嬉しいね。すごい。しおりんさんも青い蝶々になって羽ばたいてほしい。蝶々のように羽ばたいて日本に、うん、ねえ、待ってますぜひちょっと報告も聞きたいな、ね、どうなったかね、うん、すごいな。すごいよ、人の人生を変える。いや変えてる、すごいことだよ。一曲だったってことです ねありがとうございます。では続いてミズさんからいただきました。あいあいもし、こんばんどり。こんばんどり。初メールです。うん、自分が文化祭でバンドをやるならということですが、うん、ロジェリアのファイヤーバードをあげたいと思います。ほう。というのも私は現在ロジェリアのコピーバンドを組んでおり、なんとまさにこのファイヤーバードをやっているからですギターは16部でズクズク刻み、ソロではタッピングもあるなど弾き応えたっぷりで、メンバー全員の演奏が揃うと最高にかっこいいです。ただドラムはとっても大変そうですが、てんてんてん。すごい曲ですね課題曲としてはすごいですよ。コピーバンドでファイヤーバード、すごいね、うん、めっちゃむずいと思います。これ全員課題ありますんで、それぞれのハードルがある曲ってことだよね、はい、うん、もう細かい、ズクズクも細かいし、ドラムはツーバスでどこどこだし、うん、ボーカルはハイトーンでロングだし、でもなんか今ではさみんな当たり前にやってるじゃん、ロゼリアがね。確かにそうね、それハードルをもう今
優に超えたっていう証拠だね。いやーね、でもやっぱ課題はずっとあるよ。本当にちゃんとそれをキープできるのかなとか、維持できるか、ね、そう、ベースもやっぱ細かく刻んでたりとか、ピアノもやっぱりさ、うんうん、もうジュルルルって弾いてるし、うんうん、これはでも練習曲としては、まあ、もしかしたらめちゃめちゃいいのかもしれない。こちらもそうですけど、もう初めてとかでもそうですけど、会った時も本当に嬉しい。今めっちゃ揃ってたねみたいな、そうだよ、ね、今来たねみたいな、縦がねなかなか揃うのが難しい楽曲だからこそ ね、 ね、いやすごいです。水さんありがとうございます。はい、というわけで、はい、続いて私とよたもえが選んだのは、はい、ハローハッピーワールドでヤッピースクールカーニバル。ヤッピーあちこちそちどちワンダフォー、まあ、まんまこれ最高じゃん。スクールカーニバルなんで、これさ、もともとなんか一番最初にやったバンドリの総選挙っていうなんか投票企画みたいなやつがあって第1回、うんうん、それがなんか文化祭に呼びたいバンド、はい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 、に投票するので1位になったんだよね、うん、なるほど、だからだ。でその時のご褒美曲、うわっていう、そのもう文化祭ってエピソードがあったんで、ちょっとさすがに選曲しましたね。これはもう完璧間違いない。そう、楽しいし、で文化祭をイメージして作られた曲だから、うん、もうまんまです。そうだよ、ミッシェルの DJ が光ってる曲これは。わー確かに、ミッシェルが、待って、ちょっと今ちょっとどうしました、タイムリープしてみて、タイムスリップというか、今学校に、タイムリープ学校に行ってみて、うん、あの時の自分の高校時代、うん、行って、うん、ミッシェルが DJ しててみ、うん、ハロハピおったらやばないわーいいなー。で、MC も合わせて聴きたくなっちゃったよね、みんなとか言ってさ楽しくね、うん、そう、文化祭にミッシェルが大人気になるだろうね、うん、それはそう、風船も配っててほしい。あ、絶対配ってるね、うん、ベビーカステラ作ってほしい、ミッシェルが最高、ミッシェルベビーカス。え、待って、ハロハッピー主催で文化祭やってくんないかな、バンドリ公式で。やっぱそれちょっとあるよね。え、めっちゃいいよ。なんかさ、ストーリーとかではさ、うん、結構そのそういう感じのやつあったりするけどさ、うん、リアルでね、うん、リアルさ、カフェとかあるからさ、めっちゃいいけどな。なんかそういう、確かにリアル文化祭最高すぎる。やりたい、お祭りやってほしい、やっぱ好きだから。なんか学校貸し切ってさ、あ、いい、いや最高です。すごい、結構ライブよりも大規模になるかもしれない。確かに結構大変かもしれないけど、大変かもしれないけど、やりたい。いいですね、最高です、最高です。妄想しちゃった今。では最後、私相葉愛菜が選んだのはアフターグローで Easy Come Easy Go。 もうさ、なんかわかんないけど、文化祭、高校の文化祭みたいなのをイメージした時に、私はもうすぐアフターグローがこう出てきて、わかる、もうそういうテーマだもんね、テーマだしね、放課後みたいな。そうで、いろいろ聞いてたら、あ、この楽曲は、まあ、メッセージ性とかもなんかその高校生の悩みとかに答えてんじゃないかなとも思いつつ、うんうん、これおいおいすっごい合うなと思ったの。あ、確かにみんなが乗れるね。そう、なんか私その軽音部の時にやっぱいろんな、何、ライブハウス行って、うん、いろんな人の学生バンドを見てきたのね、うんうん、まあ同士って言ったらあれだけどさ、うんうんうん、やっぱり軽音部同士のそのバンドを見に行ったりしてたから、その時にやっぱりこう、はぁ、あ、とかさ、こうやっぱ盛り上がる曲がやっぱ楽しくて、うんうんうん、ってなった時にこの曲を聴いてちょっと思い出したというか、あー懐かしくなった。そう、すごいいいなっていう。いやでもわかるわかる、みんなでなんか曲を知らなくても出る、うん、そう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 、うん、初めて聴いた人でも、お、はいはい、できるなっていう、楽しくハマれる曲調だよね。そう、てか文化祭いいな、いいよね、本当に今文化祭に今すっごい行きたくて。行きたいね。どうしたらいい、どっ、呼んでくる、調べてみる行けるとこみたいな文化祭めっちゃ行きたいんだけど、文化祭で軽音部の演奏を聴きたい、ね、うん、あ、なんか調べてみようかな、あるかも、縁もゆかりもない知らない学校だけどみたいな、知らない土地の学校行ってみようかな、ね、はい、はいはい、というわけで素敵なバンドリーソングめちゃめちゃありましたけれども、はい、次回のテーマですね、どうしましょうね、まあ秋、秋ね、ってなったらやっぱこれじゃない、何、フルーティーな気分になれるバンドリソング。すごく私も思った。わかんない。フルーティーな気分になれたら何でもいいんだよ。言っといていいですか、うん、多分、うん、ロゼリアないです。多分。ロゼリアにフルーティー感じられない？フルーティーだよ。わかんないよ。ロゼリアにもフルーティーがあるかもしれない。でも私一回そのね、あのバンドリの曲の中で、うん、一番最初にタイトル出てくる楽曲誰でしょうってやつで、うん、絶対ロゼリアじゃないって言って、うん、正解
R だったからロゼリアの R だったから前振りやってっかんね。そうちょっと何も言わないけど、まあのちゃんとした理由をつけてね。やっぱそう忖度とかではなく、はい、なんかちゃんとした理由をつけて本当にフルーティーな気持ちになったらそう送ってきてほしいね。送ってきてほしい。もうほんとちゃんとフルーティーな人しかも絶対採用しませんから、はい、フルーティーですって難しいタイトル、これはすごいです。楽しみです。楽しみでございます。はい、バンドリージュークボックス文化祭で歌ってみたいバンドリーソングを特集してお送りしました、次回のテーマはフルーティーな気分になれるバンドリーソングです。ぜひ送ってきてね。以上バンドリージュークボックスでした。バンドリー、すべてをかける覚悟は、バンドリープレゼンツドリーマーズチューン。アイバイナとトヨタモエがお送りしているドリーマーズチューン、皆さんから届いたメールご紹介していきましょう。はい、ラジオネームスイートポテトさんからいただきました。ありがとうございます。相葉さん、トヨタさん、こんばんどり。こんばんどり。先日ガルパ 7.5 周年特番で公開された情報で、パラレルボーカル第2弾ユニット優雅なティータイムをで千里さん、ゆきなさん、かのんちゃん、さよさんの4人が歌う楽曲が花丸アンダンテリバースデー、笑顔のオーケストラリフレインが候補に上がっていました、うん、ついに訪れた、来ました。ゆきなさんとかのんちゃんが一緒に歌う機会とのことで、来ました。候補楽曲もロゼリエのかっこいい曲のリバースデーやハロハピの元気が出る曲の笑顔のオーケストラなど、どの楽曲が選ばれるのか楽しみにしていますとのことです。ついについに私たちが絡むと絡みます優雅なティータイムしましょ。ティータイムで共通点があったんだね、うん、そう、私はリサのその作ったねハチミツティーが好きだから、あのカノンはよく千里ちゃんとカフェ行ったり、うん、まあ、うん、一緒にルームシェアしてるからっていうのもある ね、うん、ね、すごくない。ソヨさんも確かにやっぱ紅茶が似合うね、うん、なんか納得の4人で、なんかまあリバースデーはねユキナ歌ってるからイメージつくし、うん、まあ、リフレインも、うん、まあ、ユキナは歌えるんじゃないかなって思ってて、私は花丸アンダンテと笑顔のオーケストラが来た時にこれはまた悩まされる。いやでも確かにユキナが歌ってなったらこの2曲選ばれそう。いや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 、本当に見たいっていう、聞きたいっていうので可能性あるよ。つないだって、いやそうだよ、はいはい、でしょ、どのはいはいよ、つないでこう、もうだからはいはい、テンションはもうみんなでワーになって、はいはい、わはわはははぐらいですよ、ね、これも一回あのピコでね、やっぱそうだよね、議題だったんで、ね、そうですね、ローテンション、いや聞きたいけどな、やばいよ。でもやっぱさ、そのユキナだけじゃなくてこの3人が会うとやっぱリバースでも聞きたいなって思っちゃうし、ちょっとなんかエモくなりそうだよね。そうリフレインも聞きたいなって思うしね、うん、花丸アンダンテもさ、そう、ね、やはりね気になるところじゃない。どれが選ばれるんだろう、わかんないね、ガチで完全に好みじゃん、もう本当だね、うん、気になりすぎる。どれが好みの人が多いのか、そう、まあ、まず結果がね出たらまたラジオで話したいですけどね。そうだね、うん、この時点ではまだ結果が出てないですから、収録時点では出てないので楽しみにしてほしいなと思います。はい、はい、というわけで皆さんからのメールをご紹介しました。それではここで一曲ご紹介しましょう。モルフォニカでティリカモニカリラ。ティリカモニカリラだ。
プレゼンツ、バンドリプレゼンツ、ドリーマーズチューン。ここでお知らせです。劇場版バンドリ It's My Go の情報です。前編春の日だまり迷い猫が絶賛公開中。後編歌う僕らになれる歌&フィルムライブは11月8日に公開予定です。ぜひ劇場でご覧ください。ポッピンパーティー迷子合同ライブディバイドユナイトブルーレイが発売中です。完全生産限定版にはライブ音源全20曲を収録した CD2 枚組、そして32ページのライブフォトブックレットもついてきます。ぜひゲットしてください。アベムジカミニアルバムエレメンツが好評発売中です。数量限定生産特装版、ブルーレイ付き生産限定版には今年6月開催のアベムジカセカンドライブクワエレレルーミナ神奈川公演の映像も収録。モルフォニカ7枚目のシングルテンペストリースオブブレイブが両 A 面にて10月9日にリリース。ブルーレイ付き生産限定版には4月に開催されたモルフォニカコンセプトライブフォルテの映像も収録。バンドリーガールズバンドパーティーカバーコレクションボリューム9が10月30日にリリース。ガルパで配信中の人気のカバー楽曲が全22曲収録。グッズ付き初回生産限定版にはジャケットイラストを使用したオリジナルアクリルスタンドもついてきます。10月12日から14日にかけて川口コステラシアターで単独ライブが 3days で開催。12日はモルフォニカコンセプトライブフォルテシモ、13日はアベムジカサードライブベリタス、14日はポッピンパーティーライブ2024ポッピンキャンバス芸術の秋音楽の秋が開催。各公演のチケット情報は公式ホームページをチェック。12月8日よりレーザー睡蓮ゼップツアー2024-2025が全国5都市で開催。最新のチケット情報は公式ホームページをチェックしてね。12月14日には武蔵野の森総合スポーツプラザにてロゼリアシュチレナハとローゼンナハトが開催。ゲストアクトにはアベムジカが出演。チケットプレイガイド二次選考が受付中です。翌日12月15日には同じく武蔵野の森総合スポーツプラザにてアベムジカフォースライブアドベントゥスが開催。ゲストアクトにはロゼリアが出演します。こちらもチケットプレイガイド二次選考が受付中です。前日のロゼリアのライブと合わせてぜひ遊びに来てください。12月22日には日比谷公園大音楽堂にて迷子セブンスライブ答えなんてなくてもが開催。チケット最速選考での入金キャンセル分立ち見エリアの受付が本日まで受付中です。迷子初となる野外での単独ライブぜひお越しください。来年1月12日には東京ドームシティホールにて迷子とトゲなしトゲありの対バンライブアボイドノートが開催。チケット最速選考が好評受付中です。ポッピンパーティー迷子合同ライブディバイトユナイトブルーレイ初回生産分に封入の申し込み券でご応募いただけます。ぜひチェックしてください。現在ガルパではガルパ×推しの子コラボのパート1が開催中です。コラボを記念しパステルパレットのカバー楽曲サインは B が遊べるようになりました。まだプレイされていない方はぜひお楽しみください。またコラボガチャの開催やコラボを記念した様々なキャンペーンも開催中です。皆様ぜひログインをお忘れなく。その他詳しい情報はゲーム内のお知らせやガルパ公式 X をチェックしてください。以上番組からのお知らせでした。アイバイナと豊田萌がお送りしてきたドリーマーズチューンエンディングのお時間です。はい、まあ、ということで私たちのね、はい、一体どうなるのか、楽しみだね、ね、何になるか楽しみにしててください、はい、番組ではメッセージをお待ちしております。宛先はメールアドレス bdp@1242.com bdp@1242.com また番組公式 X アカウントをフォローしてハッシュタグドリーマーズチューンをつけてどしどしご投稿ください。今回の番組の模様は響きラジオステーションにて10月8日火曜日17時から配信です。公式 YouTube バンドリチャンネルでもご覧いただけます。響きラジオステーションで無料の会員登録をすればおまけコーナーもあります。楽屋裏を聞くをクリックしてお楽しみください。忘れてた、楽屋裏で渡したいもあります。え、何？楽しみにしててください。はい、バンドリプレゼンツドリーマーズチューン、ここまでのお相手はアイバイナと豊田萌でした。それではバイチューン。バンドリプレゼンツドリーマーズチューン、この時間はブシロードがお送りしました。